こちらです。助けてください。これって彫像だよな。そんなこと言わないでください。私は歴とした竜夜浄土の騎士で、レオンと申します。騎士？全然そんな風には見えないけど。見えませんか？まあこの際それはいいでしょう。しかしヨガラス騎士の鎧を設計し支給してくださった。聞いたことありませんか？オズバルド・ラフナビネス、オズのフルネームです。メギストスの方がまだ言いやすいな。うむ、拙者もそう思うでござる。は、みんなそう言います。皆さん楽しくおしゃべりされているところすみません。邪魔するつもりはないのですが、この先のと、ああ、確かに知らなかったけど、親切なあなたたちが私を助けてくれましたら、扉の開け方を喜んで教えましょう。そういうことでしたら助けてあげましょう。英雄たちよ、心より感謝いたします。この胸の気持ちは言葉では言い表せないほどです。扉を開ける合言葉は、我が民に自由を与え古き法則にとらわれぬようにです。どうかお忘れなきを。
にじようか。ボンボンバトラ創生の術。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。大書記官、各領主たち、忠実な夜ガラス騎士は塔に上り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることを、この上ない栄誉であると思った。
ドカーンしに行く？バレたら一日反省室に閉じ込められるけど、お魚は美味しいからやりがいあるよ。行き止まりみたいだな。本が一冊あるだけだ。さっき聞こえたのっておそらく本に書かれてる物語だよな。なるほど、署名に最後のページまでめくってみたが、それは探索を続けるしかないであろう。それより読み終わった本は閉じた方がいいと思うでござるよ。おや、場所が変わったようです。ここってモンドの家みたいだな。ごきげんよう、いたたおとき断罪の皇后よ。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さあ、温かいうちに食べましょう。母上、あらら、私ったらうっかりしてたわ。断罪の皇女よ、何時は気づいていたか。今は昼下の時であることを。ええ、もちろんよ母上。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝であるよと共に野垣家に興じようではないか。景色を楽しみ、天から賜りし美味を満喫しよう。その、みんな何か言いたいことはあるだろうけどさ、単刀直入に聞くけど、エミちゃんってフィッシュルの本名か？だろうな。それからさっき聞こえた2つの声はフィッシュルのお父さんとお母さんだと思うぞ。どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、そのメギストスとは本当にお主の名字でござるか？まったく、私をバカにしないでください。先生術師である私のフルネームはアストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな。この名を持つことができるのは天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも元凶に変化をもたらす一種の方法なのでござろう。でもフィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんてすごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして。モナはよく知ってるな。友達なんだから、これぐらい当然のことです。フィッシュルは今どこにいるんでしょう？先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。何か手がかりが見つかるやもしれぬ。この感じ最悪です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や、
夕食の途中で財布を忘れたことに気づいた時みたいです。もやもやします。二人ともかなりショックを受けてるみたいだな。かくいう拙者も読んでいた本が打ち切りになるのは好まぬ。そりゃ誰だって嫌だろう。みんなもう一回元凶の中に入ってみようぜ。おう、それもそうだな。すぐ出発しよう。ん？何も起こらぬな。場所もそのままでござる。あれ、さっきまで入れたのにどうして入れてくれないんだ。どういうことですか。せっかくあそこまで読んだのに、意地が悪いにも程があります。ふむ、もしかするとこの本はもう最後まで元凶から離れる前、最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、こまるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。うむ、結末か。みんなその続きが気になってるみたいだ。あ、そこにいるのは誰です？おっと、まずい。僕を見てるな。姿勢を正さないと。あなたは。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸分かりだな。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の栄章の続きを知っていますか？どこにあるのでしょう？それなら僕に聞いて正解だ。聖国の栄章は夕夜浄土の聖典であり、3巻まである。残り2冊は王城にある2つの高きところに隠されてるんだ。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければならない。高い塔って、あの、そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな。彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば塔の上へ行けるようです。早速行ってみましょう。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？君があまりに美しいから夕夜浄土の秘密を教えたというのに。あんまりじゃないか、お嬢さん。